はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。山本の物語やっていきましょう。ナイダースピリッツです。今回阪神戦取っていきたいと思います。オールスター出れませんでした。はい、で、オールスター明け、まあ広島戦にね、登板したんですけど、まあ前回の動画も広島戦だったということで、まあ、そこはスルーして、阪神戦取っていきたいと思います。成績こんな感じです。オールスター明けの広島戦は、5回1失点だったかな。で、勝ちつかず、勝ち負けつかずって感じでした。はい、で、チーム成績はこんな感じです。チーム順位、よし、阪神戦やっていきましょう。藤浪か、そうね、3失点したらもうアウトじゃねえかなと思うけどな。まあせいぜい2失点そんな点取れないと思うんだよね、藤浪からね。まあフォアボールがまあそこそこある選手だと思うから、そこら辺で自滅さえしてくれればね、まあ点数は取れると思うんだけど。よし、やっていきましょう。今回は特に何も勉強してきてませんよ。山本昌が、西さん、まずはどちらのチームが先制を取るのか。よし、行きましょう。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。いいね、1球でアウト取れたね。そら楽ですね。山本昌、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山本昌、そしてキャッチャーは、シュート。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ボールになります。カーブかな。俺さ、札幌出身で、まあその出身、まあ出身も住んでるからっていう理由だけで日ハム応援してんだけど、北海道に日ハムが来る前っていうのは、まあ俺全くもって野球に興味はなかったのさ。まあそれは何回か話してるから、まあ知ってる人は知ってると思うんだけども、でまあその野球に全然興味ないと言っても、俺が興味ないだけで、世の中のそのお友達、当時まあ小学生とか中学生とかだったんだけど、やっぱり野球に興味ある人もいっぱいいるじゃない。でまあそういう中で野球の話になった時に、まあ、どこファンだとか、まあ、そういう話になってくるわけさ。巨人ファンだよとか、まあ、いろいろあるんだけども、でまあ、当時北海道には球団がなくて、やっぱり巨人ファンが多かったのかな、北海道は。まあ、日ハム来てからね、日ハムファンが圧倒的に増えたんだけど、で俺はね、阪神ファンでした。まあ、その当時全然知らないよ、どこファンって言われたら阪神ファンと答えてたぐらいなんだけど、俺が生まれた年に優勝したのがね、阪神なんでね、昭和60年。そんだけの理由です。打ちました、流しました、ルナが掴んで3アウトです。結構どうでもいい話しちゃったね。一応阪神応援してました。応援はしなかったな。どこ好きと言ったら阪神って言ってただけな話なんだけど、一応もっと阪神ファンですよ。5番バッターゴメス、前回のゲームはマルチアンダーを記録しています。さてドラゴンズの先発は山本昌、今日が17試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点1、勝敗はつきませんでした。ここは高めのボール誘ってきましたが、けどあれよね、野球頑張ってるよね。すごいなと思うのはさ、テレビでしっかり放送があるところだよね。まあ、しっかりっていうほどでもないかもしれないけど、その昔に比べたら減ったかもしれないけど、まあ、例えばサッカー J リーグ開幕した時なんてさ、すごかったから、本当当たり前のようにテレビでやってたからさ。けど今全然やらないじゃん。野球がそういうことなくこう平均して今でもテレビで放送やってるっていうのはすごいよね。ワンアウトランナー一塁となりました。小宮山さん、ここはバッチリ引き止めか、打たれそうだな。防御率3点台いったよ。
長かったな、ちょっと失点したくないね、この試合は。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ初球は何か。まずはインコース、できれば低めを打たせてゴールにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。内へ持ってきましたが、なんとかツーストライクにしたいな。膝元のスクリューを決め球にしたいんだよね。もう行くか。さあ4球目は何か。引っ張った、ファーストを取った、二塁アウト。うわー、間に合わねえ。こういうシーン何回かあったな。ベースカバー入るの遅いのかな。そんなことないと思うんだけどな、結構癖ついてくからさ、ベースカバー入るのは。最初は変化球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。スライダー、スライダー外れます。インコースへ外れています。さあ仕留められるか。あ、大丈夫かな。うわー、打たれたか。ナイバッチ、ドラゴンズピンチになりました。2アウトランナー2塁1塁。今成選手はね、まあ、元日ハムってこともあるし、結構応援してます。得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、ね、梅野くんってそんなパワーあるの、長打力すごいね。ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ。あ、よかったよかったよかった。危ない危ない危ない。チェンジです。梅野くんすごいね、打てるキャッチャーになれそうな感じなのかな。藤浪打率いない1割あんの、すげえな。ボールも走ってるように見えますし、非常にコントロールもいいですからね。背でけえな。背でかいな。どこ投げてもバット届くんじゃないかというぐらいでけえな。おっと、空振り、ど真ん中でした。この野球選手っていうのは服選び大変そうだよね。もう体つきが独特じゃん。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。あのケツでかいピッチャーとかすごい大変そう。ズボンとかオーダーメイドとかなんのかな。スーツとかオーダーメイドになるだろうけど、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。私服とか大変、例えばそのジーンズ一つ選ぶのも大変そうだよね。俺昔さ、てか俺そもそもね、ジーンズジーパンっていうのが好きじゃないんだよね。その動きにくいからさ。ただまあ格好つけとして、まあ持っといた方がいいだろうっていうのもあって、で何買うかなと思ってさ、まあ、全然詳しくなかったから、とりあえずエドウィン、有名どころ、まあ、エドウィンの1万弱ぐらいの買っとけば、まあ履いといても恥ずかしくはないだろうというぐらいで買いに行ったのさ。ジーンズショップ行ってエドウィン買ったのさ。で裾上げしますかって言われて、まあ、ちょっと 長いなと思ったからさ、で裾上げしてもらったんだ。信じられないぐらいね、裾上げされた。今裾上げの話してたのさ。いやでね、そのすごい素揚げされてすごいショックだったもん。俺そんな足短いと思って、俺結構ね足はね長いと言われる方だと思ってたんだよね。車の運転とかするときにさ、座席前後させるじゃない。で結構俺の後に乗った人は、あれあんた意外と足長いのねと言ってくれたりしてたのさ。社交辞令だったのかな。俺足長いと思ってたんだよずっと、本当その裾上げするまで。どうでもいいね。どうでもいい話した。初球ボール、投手戦になってますな。ナイスボール、シュート。それ全然あれだわ、山本昌の能力が下がっていかないわ。今まで経験ないけど危ない。一度も能力上げないと動かないのかな、下がりもしないのかな。
りを取ります。全然下がらないんだよね。もう一回も下がってないから、能力の変動がないから。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方考えてまあそれがバグなのか仕様なのかってのは分かんないけど、もし一度も能力の変動させなければベテランでも能力下がらないっていうシステムであればすごいいいよね。ちょっとした発見だよね。やっぱ上げるじゃん、能力って上げるじゃん、ポイントが入るんだからさ。いやあとこのねすごいシステムには救われるよね、この嫉妬を空振りしてくれるっていう。ちょっと飲み物マシね。入ってねえんだよコップに、飲みすぎなんだよ俺。試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。最近すげえ喉乾くさ、見出すことができるんでしょうか。乾燥してるからかな、すげえ喉乾くんだよね。やっぱね炭酸ジュースが喉を潤うかなと思うね。その口の渇きというか潤してくれるかなと。俺余裕ぶっこいて食っちゃべってるけど、なんかいつか痛い目合いそうだなこれ。大きく外しています。阪神戦は相性いいのかな。打ちました、ショート取った。やっててね相性悪いなと思うのはね、広島巨人はやってて、抑えれる気があんまりしないね。山本まさ、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが山本まさ、そしてタイガースが藤波、この2人の投げ合いとなっています。打ちました、これはどう。今なり打つね、これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。梅野くんか、怖えな。8番梅野、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。梅野くんのこの構えは結構リアルなのかな。もしリアルであれば結構好きかな俺は、構えは。あーボールですか。ええー、低めでいいんですが、時には高めも見せた方がいいと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。よし、ナイスボール。ツーアウトになりました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。そして打席には前に話したことあるかもしれないけど、どうでしょうね。これはないかな、ないかもしれないけど、あっという間にツーストライクです。うわー危ねえ、よかった。ヤクルトの今波選手のバッティングフォームがね俺すごい好きで、ちょっと待って、これは点取りたい。ちょっと今波選手の話は忘れそうだけど、ちょっと待って、打つは本当やるわ。あーやば、落ちる。いやー過去最大級に集中したな今な。どんまい。あのね、今波選手の構えが好きなのよ、かっこいいのよ。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは西岡。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。初球打ち、なんていうのかな、そのこう楽な感じでさ立ってる人と、こう結構腰をどっしり落として構える人と、なんかパターンってあるじゃない、いろいろあるじゃない。アウトコース打ちました、ショート弾く、ボールを拾って、危ない。俺は結構こう腰をどっしり落として構える選手がなんかこうかっこよく見えるんだね。こういう鳥谷みたいなこうスッと立ってるのも雰囲気あってかっこいいんだけど、今波選手とかがすごいかっこよく見えるな俺は。いいボールですね。ノーボールツーストライクです。けどあの中田のガニ股打法あったじゃん、今やってないけど、あれはどうなのかなって思ってたよ。
本人も言ってるもんね。打ちました。まあ今やってないからそのネタとして言ったのかもしれないけど、正直あれはどうかと思うみたいなことは本人も言ってたから。走ってきませんね。あーやばい、予感がするな。走りませんね。走るなら走っていいな。すごい嫌な予感しかしない今。三球目は何で来るか。これは力のない打球。よかった。ここは打ち上げています。おいおい、珍しく山本昌仕事してるぜ。山本昌仕事してるぜって言い方違うな。俺仕事してるぜ。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。だろう。俺もびっくりしてる。計算通りのピッチングと見ていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。ちょっと関東いけそうなペースだけどな。内へのボール外れました。行きたいね、行ったことないからね今までね。引っ張った。うまい、助かる。もう守備助けてみんな頑張って。チームの隙を上げてくれるようなプレー。うまいです、最高です。見事なダイビングキャッチです。福留怖いんだよな。ナイスボー、シュート。ボールになります。スライダー、スライダーが決まります。いいよ。でシュート、ボール球。あばい、打ちました、流しました。ストライクゾーン入っちゃったか。福留、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー1塁となりました。え、変えられる俺。いいバッティングされました。びっくりした。さすがに変える必要はないよな。抑えなければなりませんよね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。あーいや、おーしよ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 し、素晴らしいです。次はバッターボックスには代打の新井。2アウトになっています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。狙いは良かったと思いますね。そうですね、低めの変化球は決まりません。よし、胸元へ持ってきました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ファースト難しいバウンド、オーケー、そのまま入って、よしよし、8回もいけるぞ。8回もいけるんじゃないかな。代打出ないね。出るかな。出ないってことは何にさせてくれんだな。任せるってやる。セーフティーバントいけねえかな。 それが一番可能性高いんじゃないか。セーフティーバントだ。ファウルボールです。あべ、もう投げた瞬間分かったわ。投げた瞬間分かった。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですね。関本お疲れ様でした。落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インサイド決まっています。シュート、ボールになります。打ちました。亀澤、よし、打順は1番に返ります。バッター西岡。なんやかんや西岡抑えられてはいるけど、山本昌、まずは先頭バッターを、あんまりなんかいい印象はないな。
打たれそうな印象はあるけど。膝元決まった。ノーボール2ストライク。なんとか抑えます。ボールになります。さあ勝負してくるのか。頑張って。打ちました。取りました。オッケー。一塁その。よし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 。いいぞ。打席には2番バッター山。ここで切りたいね。まだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。これが2球目。高めスライダー外れました。改めてお聞きします。バッターボックスの山、いろんなコースに投げよう。どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとは高めにもう一球見せて、まあ、とにかくボールを捉えることを重視しているバッターですね。あー、なるほど。カーブ振ってくれ。あー、素晴らしいね。決まったと思ったでしょうね。はい、スリーボールツーストライクです。ふいっていくか。ここをコース。インサイド落ちました。よし。スリーアウトです。あと1イニング、まあ投げさせてくれるでしょう。これは。いや2点はありがたいけど、おそらく1点取られたら変えられちゃうんじゃないかな。ランナー出す分にはまだ変えられないと思うんだけどな。非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。とりあえず鳥谷を抑えたい。頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。鳥谷ゼフ長っていうのは俺としてはありがたいよね。ボールになります。ストレート。よし。ところへ決まります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。俺難易度スピリッツだよね。なんかここまで調子いいことってないからさ、スピリッツだよね。いいんだな、いいんだな、自信持つぞ。俺はスピリッツ相手にここまでやったって自信持つからな。変化球入りません。ここアウトコース打ちました。取った。よし。最後を抑えるぞ。まだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。インコース決めてきた。ナイスボー。あっという間にツーストライクです。ライト方向を流しました。これはどうだ。勝負は急がない。ボール球も使っていこう。内へ持ってきましたが外れました。でここのボール球を見せよう。ボールになります。でここにスクリュー投げれば振ると思うんだ俺は。あ、コースが甘い。球が球威がいっぱいいっぱいだった。よしよしよし、あと一つあと一つあと一つ。いや完封か、完封か、見えてるぞ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ちょっとこの企画の中で完封っていうのは動画としては無縁だと思ってたけど、ありそうだな。あとワンアウトとなりました。危ないって危ないって。集中集中。変化球低めに持ってきましたがボールになります。いいコースだったんですけどね。はい、うーげー、変えないでね。びっくりした。いや面白すぎでしょそれ。いや待ってよ、変えないでくれよ。変えるのもありかな。いやよし、ありがとう。なんとかするわ。こういったところから足元をすく
えていきたいですね。正直俺が監督だったらね、ここで守護神出すけどね。やべえちょっと待ってくれよ、変えないでくれよ、変えちゃうかな。うわー変わった、岩瀬だ、頑張って、さすがだね。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとかくそ惜しかったな、もうちょっとだったな。まあ、マートンが2塁行った時点で変えられなかったっていうのが、まあ、うん、そこで答えるべきだったな。ちょっときつかったな。岩瀬すげえよね、もう36セーブだよ。いや、よかったよかった、今回いけてたな、横浜戦に。はいよ、どうすかな、次の動画間隔空けるかな。火曜日当番が続くから、あ、俺後半巨人戦取れない。取れなさそうかな、取れないな、ずれないと思うんだよね、この火曜日のあれは。そっか、ヤクルト戦も取れないのか。そうだね、ちょっと期間空いちゃうけど、8月の25日1ヶ月後の横浜戦取ろうかなと思います。多分このまま行くと思うんだよね、火曜日で。そんな感じで行きます。その後また、考えます。今チーム順位が、結構余裕持った1位なんで、まあ CS は硬いと思ってんだよね。だからまあ CS の動画も撮れるだろうし、うん、まあそうだね、とりあえず、1ヶ月後撮ります。はい、今回はここで終わります。バイバイ。